特定非営利活動法人日本テクニカルデザイナーズ協会とは、製品事故を予防するために、デザイナー、技術者、弁護士、医療従事者、損害保険プロ代理店、主婦、学生ほか、多方面で活躍している人が集まり、製品事故予防対策の普及啓発活動を行っている NPO 法人である。消費者庁や、 独立行政法人製品評価技術基盤機構より各種セミナーの講演をもらい活動している。業界ごとにバラバラな基準で制作されている取扱説明書の標準化を提唱し数値による評価方法を行っている。協会認定資格としてテクニカルデザイナー、PL アドバイザーがある。商品欠陥事故防止対策のことで予防策と 自己発生後対策がある。従来のデザイナー感覚に加え、取扱説明書のような、マニュアル制作スキルを身につけ、商品の欠陥事故を予防するための知識と、消費者視点での PL 上の安全性を客観的に見極める知識や技術を有している、デザイナーのことを言う。商品の欠陥事故防止対策を習得し、マニュアルから商品まで、 消費者視点での PL 上の安全性を客観的に見極める知識や技術と検証技術を有しているアドバイザーのこと。ありがとうございます。